お前理由が温めてあげよう。お前理由が二人黄昏に偏せ歩きながら、いつまでもいつまでも離れられないでいるよ。あれ落ちない。はい、全国のユースケ的電気ファンの皆さん、こんにちは。バッタバッタバッ。今日はですね、先日コメント欄にね、こんなコメントが。マイクポップコーンの濃いコンソメ味、昨日発売したので食べてみてください、キャラメル味は大好きですというコメントを寄せられましたので買ってきました。ババン、マイクポップコーン濃いコンソメ味、パッパラーン、イエーイ。歌とは全然関係ございません。濃いコンソメ味、食物繊維たっぷりと書いてございます。しっかりコンソメ味、コンソメパウダー 1.4 倍、当社従来比較、肉と野菜の旨味、ポップコーンにチキンコンソメ、ビーフ、オニオン、トマト、マッシュルームを絶妙に組み合わせました。ポップコーンはマイク、美味しさは幸せに、楽しみはそばに、というね、このマイクポップコーン、なんすごいですよ。食物繊維 3.6g、 レタス約 1.5 個分です、中に入ってる。でもまあレタス 1.5 個分はまあ食べれないですけども、まあ、これを食べるにあたって他のエネルギーをたくさん、糖質必須をね取ってしまうような気がしますけどね。そんなこと言ったら何も食べられないよ。カリコンソメ味ということで、これも期間限定でございます。食べたいと思います。あっ、おー、すげえすげえね、ポップコーン濃いコンソメ。まあポップコーンっていうとね、映画が見たいんですけどね、映画でこうポップコーン食べながらって、なんで映画でポップコーンか分かんないですけど、いまだに映画館に行くとポップコーンをね食べてしまいますよね。ということで、中身はこんな感じでございます。はい、こんな感じでございますね。まあ黄色いですね、コンソメなんでね。まあポップコーンはこれぐらいをね、ガサガサっと食べないといけないと思いますので、いただきます。あのね、濃い、めっちゃ濃い、コンソメ効きすぎよこれ。あた、ちょっとあた、まあ逆にね、濃いコンソメ味って書いて、そうかってなること思ったら、濃いっていう方がこのマイクポップコーンからするとやるってこうなるわけですよ。こんだけ濃い方がね、だって濃いも、これ飲み物なしじゃ無理です、飲み物なしじゃ無理なんですけど、今手元にある飲み物がカゴメの野菜ゼルカムしかないんですよ。なんか体にいいのか悪いのかわからん生活だねこれね。ポップコーンを食べながら野菜生活を飲むという、まあバランス取れてんのかこれで、よくわかんないけど、飲み物がないと無理です。まあコーラかなみたいな、今ないんですよ。なんか優しいね、優しい顔が、優しい顔になるね、優しい顔になるやろこの顔ね、この顔覚えておいてね。これ今ポップコーンね食べるでしょ。濃い、濃いだろ顔が。今野菜生活で優しい顔になったところなのに、このコンソメが濃い、濃い野菜生活の方、優しいね、うん、優しいねということで、すごいね、濃い、かなり濃い。だからもうみんなね、こうちょっと濃いのがね、かなりパンチ効いてますこれ。やっぱこれでしょ、濃いのはね、濃いのが欲してる時はやっぱこれですよ、濃いもん。すごいね、ここまで濃いと面白いということで、マイクポップコーン濃いコンソメ味でございました。ファミリーマートに売ってました。それでは皆さん、お試しください。野菜生活おすすめよ、濃いって言って、あと優しい、お前それ言いたいだけやろっていうのはコメント欄に書くの禁止。禁止、禁止とか言って、あれね、あの、もう押したらダメ、押したらあかんで、押したらあかんでっていうふりをしてるの、うん、まあいいか、さよなら。はい、ゆうすけ的電気はチャンネル登録、コメント、高評価、どん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 募集していますので、ね、下の方にね、この下の欄に
コメント、リクエスト、質問と何でも気軽にお書きください。それからツイッター、アメブロ、フェイスブック、ツイキャス全て含めてユースケ的伝記よろしくお願いします。下の説明欄にリンクいろいろ貼ってますので、スマホの方はこちらからよろしくお願いします。